と美しい日の出。そして、なんと、美しい、地獄絵図でしょう。ご主人、早く遠くに混ざってください。休憩だ。でも正直まさかあのタイミングで喧嘩がキスするとは思わなかったよ。やだか、もう生返事しかされない。かな、もう朝だ、寝ようよ。ある日、朝はもう起きる時間、寝ちゃダメだよ。じゃあ寝る時間は寝させてよ。今晩は親睦会、私を存分に知ってもらわないと。大丈夫、もう嫌というほどわかったから。かなは眠くないの。大丈夫だよ、全然平気。私は今から寝るわ、今日は声優を出すからね。せめて体調万全で挑みたいわ。あらら、二人とも寝ちゃったね。さすがある日、ちゃんと起きてるんだね。俺もすっごく眠いよ。それでも俺自身かなに聞きたいことがあった。二人きりの方が良さそうだね。外に出ようよ。はあ、やっぱり朝の日差しは気持ちいいな。ねえ、かな、2年間俺の中にいたこと、後悔してるか。してるよ。そうか。夜中話したけど、私はまだ15歳、髪としても未熟でそれまでずっと親から教育を受けてた。つまらない毎日だった。言ってたね、それで俺がカナにとって初めての契約だった。そう、デビュー戦だった。でも結果は惨敗、全く私の力が反映されない。その時はメリアもいたからアドバイスをもらいながら、そして2年間いろいろ教わりながら過ごしてた。メリアも言ってた、カナがいたから2年間耐えきれた、って。でも私はね、本来は主の力になりたかったの。だから後悔した。2年間力になれなかったから。どうしてそこまでして。主は私から見ても非力ですごく弱かった。戦闘力10しか出せないんだってね。そうだね、確かに弱い。今でも体術とか基礎だよ。でも、弱いのに仲間のためなら、負け戦でも挑む。それで次は弱いのに、仲間の意志を継いで、大会で優勝する。そんなに弱い弱い言わなくたって。すごいことだよ、普通は逃げ出す。でも主は戦う。それを誰よりも近いところで見て、惚れない女はいないよ。それは。だから後悔したの、今頃主についてなければ、力になれたのにって。まあ、主に出会えたり、知れたのを含めるとプラマイゼロかな。そっか、よかった。ずっと悲しませてたのかなって思ってたから。そうだね、私の話を聞いてからずっとその考えだったね。だから早く安心させてあげなくちゃって思った。だから今日無理やり親睦会を開いたのか。それもある、単純に知ってもらいたいって理由なんだけどね。確かにメリアの言う通りだ、専属審議をする理由がわかったよ。そう言ってもらえて光栄だよ。それじゃあ、時間が来るまで、ここで話そうか。俺はもっと君を知りたい。ふふ、喜んで。4時間経過、もう少しですよ、せっかちゃん。大丈夫、全然平気。体力の違いですね、アテストとか書いてない。我、父家当主よなのもとも猿を司る詩人声優に申す。詩人声優の株を我の証明のもと解除し声優を自由のみに戻す契約をここに誓う。さあ、我の導きのまま宿主から株の契約を終わらせ、現世にお戻りください。成功。はい、あちらに。やはり、声優も極限進化してますね。かなとオーラが似てます。声優。姿を現すぞ。白銀帝王優。位としては黄金極真竜と同等の竜族です。でもなんでここまでの進化を。あの、喋って大丈夫でしょうか。声優。だよね。はい、名前は白と申します。石化様。驚いた。すごく可愛い。竜の姿でしか見たことないから。私も驚いています。石化様がパト様と口を交えるたびに、私の姿が変わって、そして今の姿になりました。そっか。それは言っちゃダメなやつ。え。ねえ、何度も口を交えたってどういうことかな。せっかちゃん。はてぃ、心当たりないざますねえ。はく、せっかちゃんは何をしてたの。あの、はく、はい、せっか様は毎日深夜にパト様の猫に襲っています。キス、なでなで、ささやき、ムグー、とその日にできなかった愛情表現を堪能していました。なでなで、ムグー。名前の由来はせっか様の独り言です。すいません。へえ、そんなことを。せっかちゃんのむっつりスケベ。うわぁ、恥ずかしい。せっか様ごめんなさい。まさか朝方ではなく深夜を狙うとはね。私も次からそうしよう。はぁ、耳が痛い。最初はみんなこんなものですよ。愛情表現が活発になっちゃうんですよ。若い頃の母さんと変わらんじゃないか。でも私はせっか様の思いがちゃんとパト様に伝わるようになって嬉しいです。そうね、でもあなたの進化の原因がわかったからよかったわ。
身体能力は問題なし、性格も良し、あとはご主人についてどう思ってるか。メリア様、どうしました？ねえ、ご主人のこと好き？ねえ、聞いてる？あ、ごめんなさい。パト様ですよね？どう思ってるのかなって。ここだけの話ですよ。私、実は雪花様がパト様に恋してから、常に感情はパト様に向いていました。パト様のここがいい、パト様のここが素敵、雪花様からずっと感情という思いで私にずっと流れ込んでいたのです。それからずっと私はパト様から目が離せなくなったり、雪花様同様思いを募らせる一方でした。なるほど、雪花ちゃんの影響で白もずっと気になってたんですね。私は年にして16歳、まだ神としても人としても若いから、どうしてもこの感情は抗えないんだなって。なるほど、つまり、好きなんですね。はい、できれば。パト様の専属神になりたい。いいですよ、あなたもかな同様、神王クラスのセンスはあるし、能力はまだ知らないけどおそらく強力でしょうし。私からも推薦します。竜族は自身より強い個体を好きになる。だからご主人を好きになり。控えめな性格が故に抑え続けたいでしょうね。それじゃあご主人のところに行きましょう。挨拶しないと。はい。大丈夫かな。初対面だから変な目で見られないかな。その子が雪花の声優。わあ、声優だ。色が銀色になってる。はい、自己紹介できます。ハクと申します。雪花様の詩人で、元は声優で、今は白銀帝王竜という種族になっています。あ、これ人見知りっ子だな。雪花ちゃん同様、ご主人にメロメロな可愛い竜の女の子ですよ。ホワイ、つまり、私と同じだね。可愛い竜の女の子。そうですね。自分で言わないで欲しかったですけど。それで白もかなと一緒に専属神に推したいのですがどうでしょう。でもさ、白がもしかするとそこまでの覚悟がないかもだし。あるもん。私だって、いっぱいムルーしたいもん。わあ、大胆だねー。ねえ、これなんてドッキリ、看板なら早く出した方がいいよ。じゃないと本気にするよ、というかおかしくない。なんで、俺ってこんなキャラじゃないじゃん。ご主人、現実逃避はほどほどに。あと鼻血出てますよ。いや、だってさ。とりあえず専属品の話、どうします？時間が欲しい？できればかな同様話がしたい。内心速攻で専属品にしたいんだろうけどね、さすがヘタレ。もうヘタレでいいよ。事実だし。だって白、専属神前提のお話をしたいらしいからご主人とお話しする。する。じゃあ今日も親睦会だね、二徹だね、主。私、昨日の親睦会参加したかったから嬉しい。これは今夜も寝れませんね、ご主人。わかった。じゃあ今寝る。ダメだよ、私とのお話の途中でしょう。私、パト様が心から私を信用するまでは離れない。倍増えると圧巻ですね。メリアさんにバレちゃったな。せっかくメリアさんのいない時間帯を攻めたのに。さて、昨日は親睦会でパト成分補給できてないし、今日はもう少し早めに行こう。はぁ、パトがもっと積極的になってくれたらな。せめて公の場でムルーするくらいは許してもらいたいわね。わかった、でも寝ないとさすがにまずいから。パト、まだ夕方でしょ。今寝たら生活サイクル乱れるよ。親睦会が原因なんだよ。私の親睦会嫌ですか？嫌じゃないよ、全然 OK。 でも休憩時間が欲しいのです。かな、ハク、さすがにご主人を休ませてあげては。そうだね、休まないとね。私が悩んでいる時に。あ、雪花も説得してくれない？何、まだ専属神じゃない子たちとイチャイチャしてるのよ。あれ、待って、それに私がしたかった部分まで。このバカ者が。あ、後で私も抱きつくんだからね。はい、ツンデレいただきました。ガク、雪花ちゃんの現地支配は専属神ルールを無視することもできるんだ。やるわね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂
寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいてね。